現行テニスではとても多くの種類のショットがあり、選手たちはスピンの量、スピードなどを試行錯誤しながら組み合わせて試合に取り組んでいます。ナダルのエッグボール、フェデラーのドロップショットなど様々な種類のショットがありますが、ほとんどの選手が使っているショットがあります。それがスライスショットです。相手が攻めてきた時の防御に、前に出るための攻撃の起点にと、とても使い道が多く攻防一体となるショットですが、スライスショットが一番うまいテニス選手は一体誰なのでしょうか。今回は一番綺麗なスライスショットを打つ選手トップ7を紹介していきたいと思います。第7位、フィリップ・コールシュライバー。第7位はドイツのテニス選手フィリップ・コールシュライバーです。37歳の現役選手ということでベテランテニスプレイヤーですが、シングルスの世界ランキングは最高16位、主な大会成績はウィンブルドンベスト8となっています。片手バックハンドの選手で、バックハンドは様々な球種を器用に使いこなす巧みなプレイスタイルです。スライスショットも同じようにとても綺麗なフォームで、深く対空時間の長いスライスから相手をアレーに出す角度をつけた短いスライスまで、細かい調整がとても上手な選手です。第6位、トミー・ハース。第6位はドイツのテニス選手トミー・ハースです。シングルス世界ランキングは最高2位にも上った選手です。今は42歳ですが、まだ現役のテニス選手で、ベテランらしい安定したテニスをするのが特徴です。39歳となる2017年には、なんとロジャー・フェデラーにも勝利しました。彼のストロークのフォームはシンプルで無駄がなく、滑らかで理想的なフォームです。スライスショットにも全く同じことが言えて、ボールの回転量とスピードが理想的に調整されています。彼はディフェンスでよくスライスを使っていますが、とても深いショットで、守りにふさわしい安定感のあるショットです。第5位、グリゴール・ディミトロフ。第5位はブルガリア出身のテニス選手グリゴール・ディミトロフです。シングルスの世界ランキングは最高で3位、主な成績としては全豪、全米オープンベスト4、そして2017年には ATP ファイナルズで優勝という素晴らしい成績を持っている選手です。彼のプレイスタイルはとてもアグレッシブで、スピンとスピードを兼ね備えた質の高いストロークを生かした攻撃的なプレイスタイルです。スライスショットもとても精度が高く、対空時間がとても長く、守備的なスライスとしてはレベルの高いショットを打ちます。また崩れた体勢からのスライスもとても綺麗で、長い対空時間を生かしてすぐにリカバリーすることができます。第4位、ステファノス・チチパス。第4位はギリシャ出身のステファノス・チチパスです。22歳とまだまだ伸びしろがある選手ですが、シングルスの世界ランキングは最高5位、2019年の ATP ファイナルズ優勝とすでに十分な成績を持っており、これからどこまで伸びていくのか気になる選手です。チチパスは片手バックハンドがとても綺麗で、ダウンザラインもとても得意な選手です。スライスショットは対空時間がとても長く、回転量も多いです。使う場面はスピンとの合間に使っていて、相手のペースを崩したり、守りの場面でよく使っています。ドロップショットもとても上手で、スライスショットととてもテイクバックが似ているので区別がつきにくく、ノータッチでポイントを取っている場面がよく見られます。第3位、ドミニク・ティーム。第3位はオーストリア出身のテニス選手ドミニク・ティームです。
シングルスの世界ランキングは最高3位。主な成績としては全米オープン優勝、全豪、全仏オープン準優勝と素晴らしい成績を持っています。チームのプレースタイルはダイナミックなフォアハンドで強烈なスピンショットを打つ攻撃型です。ダイナミックなスピンショットとは対照的にスライスショットはよく滑り、滞空時間も長い理想的なスライスショットを打ちます。よく跳ねるスピンショットとよく滑るスライスショットを織り交ぜて使うことで相手のペースを崩し攻撃への機会を作っています。第2位、フェリシアーノ・ロペス。第2位はスペインのテニス選手、フェリシアーノ・ロペスです。シングルスの世界ランキングは最高12位。主な大会成績は全英、全米ベスト8と素晴らしい成績です。彼は片手バックハンドの選手ですが、バックハンドは基本的にスライスが主体となっていて、よく滑り跳ねないとてもいいスライスショットを打ちます。フォアハンドの威力も高く、対照的なショットの組み合わせでペースを握るプレイスタイルです。彼はグラスコートを得意としていますが、滑るスライスショットとの相性が良く、ウィンブルドンでは数々の有力選手を苦しめてきました。第1位、ロジャー・フェデラー。第1位はスイスのロジャー・フェデラーです。シングルス世界ランキングは世界1位。大会成績では4大大会すべて優勝と言うまでもないレジェンドです。彼はグラスコートを得意としており、ウィンブルドンではなんと5連覇の記録があります。そんなグラスコートとの相性がいいスライスショットにはフェデラーも力を入れていて、芸術的とも言われる理想的なスライスショットを打ちます。滞空時間の調整がとても上手で、相手に時間を与えたくないときは短くスピードの速いショット、守備のときには滞空時間が長く跳ねにくいショットと使い分けも素晴らしいです。またコース選択が完璧で、スライスでのダウンザラインや相手の意表をつくクロスへのスライスなど多彩なショットを持っています。いかがだったでしょうか。スライスショットはダイナミックなサーブやスピンショットと比べると地味で迫力のないショットかもしれません。しかし数々の選手たちが試行錯誤して作り上げてきたスライスショットはとても美しく魅力のあるショットだと思います。今後テニス観戦をするときにはスライスショットにも注目してみると、もっとテニスを楽しめるようになるのではないでしょうか。このチャンネルではテニス選手の生い立ち、プレースタイルなどを取り扱っております。これを見ているあなたがテニス好きでしたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。